テネレの木テネレの木は、ニジェール中央部のテネレ砂漠に一本だけ建っていた木。地球上で最も孤立した場所に建っていた木として知られ、最も近いたの木から2 0 0トル以上も離れた場所に建っていた。テネレの木はアカシアであり、アケーシャラドアナ、またはアケーシャトーテリスのいずれかの種であったと考えられている。この木はアガデスからビルマを結ぶルート上に位置し、 ビルマの塩を運ぶキャラバンの目印として何年にも渡って利用されてきた。現在では木は失われたが、現在でも400万分の一地図の地図上で、テネレの木のあった場所には、アーブラペルデュとの表示がある。テネレ砂漠の中央部にあるが、世界遺産であるアイルテネレ自然保護区からはわずかに外れている。テネレの木は、今日のようにテネレが砂漠化する前に生育していた木の、 最後の生き残りであると考えられている。樹齢は約300年と考えられており、木は何十年も一本だけの状態で立っていた。1938年から1939年の冬の間に木のそばで井戸が掘られ、木の根が33メートルから36メートル下の地下水面にまで伸びていることが発見された。 この地方のトゥアレグ人などの遊牧民やキャラバンからは、目印としての重要性や何もない砂漠の中に一本だけ、生えている、神秘性から重要視され、切り倒して、滝木や資料にすることのないよう大切に保護されていた。金属製テネルの木、1985年12月、この木は1973年に、酒を飲んだリビア人の運転するトラックによって、なぎ倒されてしまった。 11月8日、枯れた木の残骸は、首都ニアメにあるニジェール国立博物館へと移送され、展示されることとなった。木のあった場所には、金属製のモニュメントが建てられ、新たな目印となった。1998年、篠原克幸がこの地を訪れ、風の木という新たなモニュメントを建立したが、その後風に倒されてしまった。ありがとうございます。